皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、じゃーん、グッチのリップをね、こちらをねレビューしていきたいと思います。ということで、気になった方はぜひ見てってください。どうぞ。はい、ということで、こちらは iBeauty Store っていうねサイトがあって、グッチのねリップって日本に未入荷なんですけど、こちらで購入できます。そのサイトは結構ね、いろんなデパコスとか取り扱ってて、結構日本に未上陸のものとかもたくさん取り扱ってるので、そう、よかったらねチェックしてみてください。まあ、まだね日本未入荷だから、実際に手に取って色とか確認できないと思うので、私がレビューしていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、ということで、まず1本目がですね、こちらのルージュアレーブルサテンリップカラーです。はい、よく見るとここにねグッチって書いてあるんですよ。可愛いですよね。もうパッケージがめちゃくちゃ可愛いなと思って、上にもねこんな感じでグッチって書いてあります。こちらのパッケージはアールデコ調のねこのデザインを落とし込んだパッケージで、手に出してみるとこんな感じでしっかりしたブラウンです。でこのシリーズは特にちょっとねもったりしてて、質感的には MAC のリップテンシティリップスティックに結構似てるけど、クリーミーなつけ心地なことは一緒なんですけど、もうちょっと軽いつけ心地っていうか、もったりしてなくてスルスルって塗れて、すごく保湿力もあります。なんかほんとクリーミーって言葉がぴったりっていう感じで、下にベースを塗らなくても一日中ね乾燥せずに使えます。はい、こんな感じの色味になってます。大人な可愛さっていう感じで、シックな色味なので、目元とかチークとかをちょっと明るいカラーにしてあげて使ってあげたらいいかなと思います。はい、次はねこちらのカラーなんですけど、じゃん、可愛いでしょ。パッケージがまためちゃくちゃ可愛いんですよ。これもねここの横にグッチって書いてあるんですけど、ここにもグッチって、これもちょっとヴィンテージっぽい感じでレトロ感漂うパッケージとなっております。こちらがルージュアレーブルボワールリップカラーっていうリップカラーで、で私が買ったのは206番、206番っていうカラーになってます。シアーなつけ心地で、こっちとまた打って変わって、見たまま発色ってよりかはもうちょっと淡く発色されます。なのでこれ何度かグリグリ塗ったんですけど、これぐらいで1回塗りだとかなり薄いです。はい、このシリーズは全部そんな感じみたいですね。で私はこうなんだか重ねて塗ってあげて、こういう色味にしてます。これはねサーモンピンクっていうのが本当にぴったりな名前っていうぐらい、オレンジでもありピンクでもある。こう見てみるとね結構ブラウンにも見えるんですけど、実際に塗ってみるとオレンジピンクっていう感じですね。これはオイル成分が配合されていて、本当にねリップクリーム塗ってるみたいな感じですね。でなんか思ったよりは柔らかすぎないので、グリグリ塗ってもなんかこう折れちゃったりとかベタベタになる感じでもなくて、程よいオイル感っていう感じ。そうマットでもないけどちょっとシアーめな感じっていう感じですね。で匂いが気になるっていう口コミが多いんですけど、まあ、ちょっとね甘いガムっぽい香りっていうのかな、なんとも言えない香りなんですけど、海外のリップ結構いろいろ使うんですけど、もっともっと匂いが濃いものたくさん知ってるので、そういうものからしたら匂いはね少なめだと思います。しかもなんかすっごい臭いって私は思わないので、全然いい香りに属する香りなんじゃないかなと思います。はい、でこれはちょっと薄付きなので、会社で使ったりとかデートで使ったりとか、万能にね1個持ってるといつでも気軽に塗れるカラーなんじゃないかなと思うし、パッケージが可愛いので1個バッグに仕込ませておくと、どこのリップそれって聞かれそうな感じっていう可愛さです。なんか滑らかだし、オイル成分が配合っていうのがすごく分かるぐらい、ほんとリップクリームみたいな柔らかいいいつけ心地っていう感じでした。はい、はい、次はですねこのカラーです。このカラーもめちゃめちゃ可愛いです。こちらはラグジュアリーモイスチャリッチリップスティックブラウンなんですけど、ここに塗ったカラーで、こちらもねシリーズがちょっと違ってパッケージも違うんですよ。こんな感じのパッケージになっていて、じゃらん、なんかねここに分かります、グッチのマークがめっちゃ GG マークっていうのかな、いっぱい細かく書かれててすっごい可愛いです。蓋にもねしっかりグッチのロゴがガツンと書かれているので、なんかちょっとモードっぽいリップっていうのかな、こんな感じでゴールドの細かい飴がぎっしり詰まったようなリップで、こういう色大好きなので、結構ねこういうぎっしり飴が入ってるリップも何本か持ってるんですけど、その中でも発色がすごくいいなって感じました。結構こういうキラキラの何ていうんですか、ラメが入ってるリップって薄めでシアーな質感のものが多くて、そうでもねこれはしっかり発色っていう感じで、 MAC の O もまあ結構代表する似てるカラーかなと思うんですけど、
けど、 Mac の方よりは個性が落ち着いてて、普通に使ってても全然こう馴染むカラーだけど、あの NARS の名前忘れちゃった、私が前に紹介したゴールドのラメが入ってるリップがあるんですけど、それより保湿力が高いです。乾燥する感じがしなくて、オイル成分が配合されていて滑らかなつけ心地なので、ゴワゴワする感じとか、ラメが入ってるからといってこうジャリジャリした感じとか、なんか違和感があるなーって感じは一切なくて、なんかほんと滑らか、ほんとリップクリームです。これもこれもとかいいクリーム系のリップだなっていう感じで、発色よし、ラメの感じもすごくよし、色も可愛くて塗りやすい。グッチって結構モードっぽいイメージが勝手にあったので、バキバキなマットとかなのかなとか思ってたんですけど、全然そんなことなくて、4種類だけなので全部を紹介してるわけではないので、マットのものとかもあると思うんですけど、結構ねクリーミーなリップを作るのがうまいなっていう印象で、なんかクリーミーだけど結構しっかり発色してくれるし、ポイントを抑えるのがうまいっていうか、私はすごいねいいなと思いましたこのカラー。はい、最後の一色こちら、なんかいつもと違う色味でですよね。これはなんでかっていうとですね、こんな感じで見た目がねめっちゃ黒いんですよ。だから結構ダークな茶色のリップかなって思ってネットで買ってみたんですけど、こんな感じでしたえでもね全然いいです。なんかあんまり紫のこんな色味の紫のダークカラーのリップ持ってなかったので、新しいなっていう感じがして、で見たまま発色っていうよりかは、これは結構明るめに発色するなっていう感じで、今まで紹介した中で一番シアーです。一番なんかトゥルトゥルする感じ、ちょっとグロスに近い感じで、そうで、もうねこの名前がそのままシアーリップスティックっていう名前の商品名なんですけど、ほんと一番なんか伸びがいい感じで、グロスいらずっていうトゥルトゥル感なんですよ。わかりますかね、トゥルトゥルって感じで、ここに塗ったんですけど、こんな感じの紫カラーですと華やかに見せるためにつけてみたりとかするのもいいかなと思います。なんかまろやかなつけ心地って感じで、なんかこれも乾燥する感じではないです。結構これはねなんか口の上でフィットしてくれるっていうよりかは、ずっとなんか動いてる感じっていうか、ほんとなんかグロスに近い感じがして、なんかハベにしそうなリップだなっていう感じは正直します。なのであんまりがっつり塗るんじゃなくて、ちょっとポンポンポンってつけてまんまんまってして、ちょっと薄めに使ってあげた方が、なんかこう唇の上でずっともたもたこう動く感じがなくていいんじゃないかなっていう感じ。重ね付けとかにちょっと赤みをプラスしたい時にポンポンポンって上に乗っけてあげたりしたら可愛いかなっていう気もしますね。ハベに注意だけど可愛い色です。はい、ということで4色紹介してみました。全体的にこう見てみると全然全部違う色なので面白かったんですけど、私的にはこのゴールドの質感が一番好きだったので、最後もう一回こちらを塗ったんですけど、そうこういうねシンプルなお洋服っていうか、まあ普段私が着てる洋服にはこういうね落ち着いた色味が一番合うかなって勝手に思ってます。でも4色ともね質感がすごく良くて、パッケージも可愛いし、 1,2 本持ち歩いておきたいぐらい全部可愛かったので、ぜひね気になった方はチェックしてみてください。で、アイビューティーストアさんではこのリップスティック以外にもね、他にもいくつか売ってたし、うち以外にもいろんなコスメがね売ってるので、よかったら気になった方はねチェックしてみてください。はい、ということで今回はグッチのリップ4本お気に入りを紹介してみました。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやってるので、よかったらねコメントとかしに遊びに来てくれたら嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。